西海札口駅前系芦屋駅は、兵庫県芦屋市港光町にある、阪神電気鉄道本線の駅。駅番号は、HS20。地元では、同名の JR の芦屋駅と区別するため、坂足と呼ばれる場合もある。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。駅舎は地下化されており、 駅の東西2カ所にある。また、ホームの中間部は、足屋側の橋梁上にある。2009年3月20日の阪神南波線開業に、伴い21メートル級の近鉄車6両編成も、停車が可能となるよう、ホームが5メートルほど西側に延長された。同日のダイヤ改正により、従来通過していた、快速急行が停車するようになった、結果、 全営業列車の停車駅となっていた。しかし、2020年3月14日のダイヤ改正より土曜、休日に、本線でも8両編成の快速急行を運行することになったが、ホーム有効長が130メートル程度しかなく、かつ、駅の東西両端に踏切があるためこれ以上のホーム延伸は困難である。ことから、同日より、快速急行は、土休日に、 限り6両編成で運転される列車も含め通過に変更された。上下線ともに駅両端の踏切とホームが上り、勾配の頂点にあるため見通しが悪い。このため、当駅を通過する回送列車と、と休日の快速急行は必ず警笛を鳴らす。朝のラッシュ時間帯は、駅東側の踏切で、国道2号から国道43号に南北に抜ける。 自動車による渋滞が起きている。乗り場番号はコンコースホームの LED 式発車表でのみ表示される。以前はホームの発車表に記載はなかったが、阪神南馬線開業時に記載された。また、以前から駅自動放送では番号故障はされていない。ハンドブック阪神2018によると、 2017年11月の1日平均乗降人員は28,275人である。市内中心駅である JR 神戸線の芦屋駅の方が利用者が多い。2017年度、本線33駅中10位。高級住宅街の代名詞として知られる芦屋だけに、当駅周辺にも大規模な邸宅建築が多い。特に、芦屋側に沿った両岸は、 川口から高台にある重要文化財の旧山村家住宅設計まで谷崎潤一郎の傑作、笹目きの作品世界さながらの景観である。一方、臨海部には関西の超高層マンションの先駆けである芦屋浜シーサイドタウンがあり、邸宅街とのコントラストが印象的である。芦屋市の商業機能の中心としては、芦屋大丸やショップ街が入居する駅ビルや、 バスターミナル等が整備されている JR、芦屋駅周辺ではあるが、芦屋市行政の中心となる、芦屋市役所庁舎は、芦屋川沿いの東駅南側すぐであり、芦屋警察署も北側近くに所在する。第2回近畿の駅百選に選定されている。ありがとうございます。